はい、皆さんママイドマイドド、まあ、まあねあの毛爪のお客様来てね最初は傷んでんだよねそれ CMC かなんかでかけてると本当に毛が良くなってくんだよね良くなってくると CMC じゃかかんなくなってきてさあどうするかってことになってねいや最近はアリミナの080使うんだけどいやあれいいねやっぱりあいくらうちがいいっつってもね太めで巻くとねいや,やっぱね時間かかるね。 根元がかからないからやっぱり15分いっぱいいっぱいまたそれ以上置いちゃうとやっぱりね毛先散ちりつくよねろくなパーマじゃなくなっちゃうよね。で毛先がちりついた割には、まあ、根元はまあそこそこかかるけどあれ乾くと開くんだよね開くっていうかまっすぐになろうとする力が強いかなだから毛先しかかかってないパーマになってなんだこれどこがいいのか理解できねえってことになるよね。 比較的濡れてるるはね、ね。結構カールが出るんだよ、ね、で乾くとねさらっとまっすぐになろうとするからやっぱ細めで巻いといた方がまあブローもしやすいかな、まあ、細めっつうのは 8mm 以下かなうちの感覚だと 8mm は緩めなんだよねで 6mm が普通なのよ 6mm のロットをね50本ぐらい持ってないと仕事になんないよね10本ぐらいじゃ話になんないよね まあパーマはねあの膜太さねロット系ねそれに対して薬が適切であってねそうすると放置時間っていうのも早めになってきたりするんだよねそうするとね髪の毛っていうのは傷まなくなってくんだよね、まあ、多少痛むよだけどそれほど傷まないからまあパーマ仕事やっててねどん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 ね施術が簡単になってくってなるよね本当に薬つけて巻いて外すだけ余計なことする必要がなくなるっていうの だからうちのパーマなんか本当に薬つけて巻いて外すだけなんだよね。まあ2液何回もかける方はいるかもしんないけどその程度だよね。こういうパーマをかけるようになったのもね何十年もかかってやっとうちもこういうレベルになったよね。若い人のねしっかりした髪の毛をかけれる分にはねそれほどどうのこうのってないよね。黒髪かけてる場合も黒髪もねやっぱり巻くのが太いと毛先がどん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 傷んでいくんだよね。 そうすると、やっぱり毛先なんとかしたいからあの毛先トリートメント塗るだの根元に刷毛で一液塗るだの、うん、工夫どん,どん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 しないともう毛先が傷んでしょうがないんだよ。それも細めで巻くと全て解消してるっつうの細めで巻く時間が早くなる毛先がだん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 痛,んで痛みが取れてくるねでカットしてるうちにそのうちまあきれいなパーマになっちゃうと。 うちがパーマまともになったっていうのはやっぱり細めで巻くようになってからだよね。まあ、こちらのお客さんは1 7ミリで巻いてちょっと特殊な緩め系のパーマだからね。細めのねパーマね細いんで巻くっていうのは数本数とみんな面倒くさいってあのだからいつまでたってもうまくならないっていうので細めでさ巻くのが面倒くさい方ってやっぱりペーパー折って巻く巻き方知らないっつうの国家試験じゃペーパー折らない1枚巻きだよね。 ら折らないで巻く方法の方が太いのは楽だよねで、細いのは折らないと巻けねえんだよ。だそこを教えてないっていうの。だコツが分かってないと、どうしても太めで巻きたくなって、太めだから。オーバータイムで、毛先が徐々に徐々にチリチリになって、もうかかりすぎちゃうんだよね。そ底なし沼、見たくなって、抜け出せなくなっちゃうんだよね。はい、お疲れ様でした。